いや、ご無沙汰してますけれども、久しぶりにニューヨークに大雪が来るよっていう話だったんですが、予報通りに本当に来ましてですね、昨日の夕方ぐらいからかな、しんしんと降り積もり、今朝昼前ぐらいまで降ってたでしょうかね。これ山みたいですけど車なの、ほらすごいでしょ。後ろの木もなんか樹氷になっていて、この分だときっとね、セントラルパークすっごい綺麗だと思うので、とにかく行ってみましょう。このね、水はけが悪いというか、これね、降った直後は綺麗なんだけど、しばらく時間が経つとこうなって、これがまた凍って、またドロドロになって、また凍ってっていうのがね、これから長い。これですよ、これ。うちの秘密物、一体どこを通って横断歩道を渡ればいいのか。もうね、ウォータープルーフのブーツでなきゃ絶対ダメだし。歩くとこない。よいしょ。凍るとやっぱり滑りやすいですからね。このビルの管理人の人たちとかがちゃんとこう雪かきをしてね、人が通れるぐらいのところは雪がないように、滑らないようにこう凍結防止剤を撒いたりねしてくださるんですけどね、まあ優しいというか、まあそれで滑って訴えられるのが怖いとか、まあいろいろあるんですけど、歩く方としては助かります。これだけのスノーストームでもう積雪が予報されていたので、学校は今日はお休み、スノーデイ、イエーイということで、昨日の夜に連絡が学校からありましたけど、ちょっと私は一瞬、いや、コロナで学校に行けないからリモートしてるっていうシステムがかなりうまく、うちの子供の学校の場合ね、まあ、幸いにもそれがうまく機能しているので、いや別に雪で行けなくてもやったらいいじゃんとか思ったんだけど、とにかくうちの子の場合は今日休みになった。明日から実はもう冬休みだったので、いきなりまた冬休みに突入。まあでもね、雪がこれだけ積もって、で明くる日にお天気が良くて、今気温が0度ぐらいかな、パーフェクトな、もう子供たちにとってはすごく嬉しいコンディションなんですよ。なんか関係ないね、丘があるでしょ。あの雪、それがね、もうニューヨークの子供たちはですね、雪の明る日にはあそこでそれ滑りをするというのがもう定例になっています。まあ、この自然がくれるこの特別な一日をね、見逃せないよね、やっぱりね。街灯の下とかに子供が滑ってきた子がバーンってぶつからないように、ああいうケイを、バラの束みたいなものをね、雪の前の日はこうやって置いてくれるんですよね、公園の人がね。子供が小さい時はね、付き合ってやりましたよ。楽しかったな。ちょっと今はもうなんか一回滑ったらまたもう一回今度上がるのが大変で、ちょっと辛いかなって感じだけどね。こちらはインスタ映えを狙っています。さっきからお母さんとお姉ちゃんが息子にこの横で飛ぶからね、ちゃんと飛んだよとか言ってやってました。おすごい、写真撮らなくていいの、僕怒られるの。うわーすごい、すごい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 ぞ、頑張れ。今度は撮ったか、息子撮ってる撮ってる。楽しんでる人もいるよ。目はみかん、鼻はわかんないね、口はバナナだね。フルーティーな雪だるまです。あ、そうキュート。Thank you。 あ、いいね、いい感じ。あ、まつげが、はいはい、なかなか
なかいい。黄色っぽい。かわいい、かわいい。ビッグスマイルね。どれどれ。なんか優しそう。普通に彫刻というか、お顔が彫ってある感じですね。胸があるような気がするんだけど。考えそう。コロナ用というか、まあ、寒いから防寒具としてマスク着用率は高い気もしますね。やっぱりサンクスギビングで何やか言ってもみんな動いたから、お友達のお母さんが言ってらしたけれども、やっぱり学校の中での子どもたちの感染も増えているので、でたまたまそばにいたっていうだけで濃厚接触者ということになり、あのお家で2週間いてくださいねって言っていうことになってね。で係の人からちゃんと電話かかってくるんだって。今日は熱測りましたかとか、外出てませんかとかね。ちゃんとあのまめにお仕事してるんだね。ニューヨーク市の公立の学校での感染者数、12月16日午後6時現在で生徒たち72人、スタッフ先生や働いてる方ですよね、75人で合計147人と。で9月の14日から12月16日まで合わせると全体で5534人という、そういう数字が出ています。そしてこちらはニューヨーク市全体の数です。感染者数が過去4週間の平均が 19,584 人だったのに比べて、過去7日間では 21,535 人と増加していますね。それから入院者数も、過去4週間の平均は 1,106 人に比べて過去7日間 1,436 人ということで、これも増加中。死亡者数も4週間の平均は113人に比べて147人と、これも増加をしています。まあ、一番ひどい時は1日に800人ぐらい亡くなるというような数字が出ていて、それがゼロになるところまでね、持ってきたんですけど、またこうやって増えてきているという状態ですね。こちらはニューヨークシティでの7日間平均の感染率です。この点線が引いてあるところが 5% で、We want to be below this line ということで、せめてこの 5% 未満であってほしいところ、それを超えているし、この12月15日をも 6% というところまで行ってます。そういうことを受けまして、例えばレストランなども、最初からテイクアウトとか、デリバリーは良かったんですけれども、気候のいい間は、このアウトドアのところとは道路じゃないわ、歩道にこう席を設けて、でちゃんとそのディスタンスを取り、でなおかつ隣の席との間にこうクリアなパネルを置くとか、そういうことをきちんとルールを守っていれば、外側営業してもいいよという時期があり、でそれに加えて、さあいよいよ落ち着いてきたから、じゃあ屋内インドアも 25% 未満というキャパシティを守るんだったら開けていいよっていうことが少し行われてたんですよ。ところがやっぱりそれもこうやって数字が上がってきているので、やっぱりもうインドアはダメっていうことに今週の月曜日からなりましてね。この写真はその前夜です。日曜の夜ですけど、もうこれがしばらくこれで最後だっていうので、外で食べてる方とかいらっしゃいましたけどね、パーティションのクリアなファイルの代わりにクリスマスツリーで区切ってあるとかっていう、こんなお店もありましたし、なんか夜になると電飾がついてね、ちょっとなんかハッピーな感じもあったんですけどね。でもだんだん寒くなるし、囲ってあるし、なおかつそのストーブを入れたりとかもしてあるんですけど、限界があるし、そして今日みたいにこんなドカ雪が降っちゃうと、なかなかね、そこまでして外のでレストランに行って食べようかっていう感じではないかもしれないから、またまたこれね、レストランの方々にはとても辛い時期になっちゃいますね。だからこのまた第2回目のシャットダウンがあるんじゃないかっていう話も出ていて、市長はクリスマスが済んだあたりがタイミングじゃないかと、知事はまだちょっとそこまでは少しスローダウンしていけばいいんじゃないかっていう話はまだちょっとはっきりよくわからないけれども、そういう可能性もないことはない、引き続き舐めないで、怖がりすぎず舐めすぎずということで、気をつけられることは自分で気をつけていくっていうことしかもう方法がないですよね。モンスターズインクっていう映画で、子どもたちの、ね、寝室にモンスターたちが忍び込んで脅してキャーっていう悲鳴をエネルギーに変えていたんだけど、最終的には恐怖の悲鳴よりも、
笑い声、ね、面白いことをモンスターたちが言って、もうキャキャ笑って楽しんでいるっていう、そっちのエネルギーの方がすごくパワフルだったっていう、あの子供向けのアニメにしてはえらい深い話が入ってたと思うんですけど、なんかそれと同じでね、誰もいないもんね、なんか今日はみんな子供たちがあそこのソリ滑りながらキャーキャーって言って笑い声があって、もう大人もね子供みたいになって雪だるま作ったり、それ写真撮ったりさ、あのバカなことやったりしてさ、なんか今日はねすごくねニューヨークの波動が上がったなって、そんな感じで、うん、あのなんか幸せでした。